イップセンインターナショナルホールディングは、工業炉の開発、組み立てと製造を手掛ける企業である。ファクトリー・イン・クリーブ会社の代表者は、トルステン・クルーガー、ピーター・フライシュマン、ジェフリー・ソマリー、ホーマン・ホーラム。イップセングループは、世界中で1000人の従業員を要し、ドイツ、アメリカ、インド、マレーシア、中国、日本に製造拠点を設けている。 これらの製造拠点と34カ国にある代理店を合わせて、イプソンの販売ネットワークが形成されている。ハロルド・イプセンは1948年にロックフォードにイプセイ・インナストリーズ社を設立。1957年にクレーベに製造所を設立。イプソンの工業路はエンジンやギアの最高品質要求を満たすため、鉄鋼や その他材料の様々な熱処理に使用される。イップソンの顧客は、医療業界、風力発電、航空製造業、食品業界、自動車産業や航空宇宙産業といった多様な業種にわたり、工具製造業界、機械工学や熱処理業界にも携わっている。熱処理は、材料の構造条件を大幅に改善し、結果的に金属の弾性を得るので非常に、 コスト効率の良い処理である。イップソンの工業炉は焼き入れ、焼き戻し、新炭処理、窒化処理、新炭窒化、後期焼き戻し、消毒し、真空炉漬け、高温炉漬けやプラズマ窒化処理等に利用される。ありがとうございます。